やったー、ケケです。今日のコメントはですね、グラチャルしかやってないけどマルチはやらないんですか、やっていこうということでね、今回枯渇極みでやっていこうと思うんですけど、まあ現在ねキングタワーが13で、まあ枯渇のデッキ自体は完走してるっていう状況なんですけど、とりあえずね、まあキングタワー13で、まあ負けるまでだったらどこまでトロフィーが上がるんだということでね、まあこの時点でのどんぐらい勝てるのかっていうことをねちょっと知っておきたいのでね、今回負けるまでやっていこうと思います。相当ね長い動画になると思うんでね、俺今日その教習所行かないといけなくて、あんま長い時間マルチができないということで、ワンチャン前編と後編とかに分かれたりするかもしれないんですけどね、ちょ、まあ、いつ負けるんだということを楽しんでいただけたらなと思います。ということで早速やっていきます。いきます。よし、来た、よろしく。まあ相手のタワーレベルも13なんだ。どこら辺のトロ隊から完走していくんだろう。まあさすがにその、いやもうエリーなんだろう、カードのレベル差もすごいし、デッキも相手とんでもないデッキ使ってるから、さすがにしばらくは負けることなさそうなんですけど、普通にまあこんだけ大口叩いてね、1戦目で負けるとかも全然あり得る話だとは思うんですけども、まあまあ大丈夫でしょう。よいしょ、縦線が強すぎる。さあもうご利用していきましょう。ガンガンメガナイトはさすがに入ってないと思うんで、さあこれでもうあっという間に、やっぱさ相手のカードレベルが高すぎるとさ結構諦めんのも早いよな。諦めてなかった、目が死んでない。ただウィザードのレベルが2個下ということで縦線で溶かしましたね。さあこれはプリンセスがいて GG ということで、まあこのテンポ感でどんどんやっていって、まあ今5000何歩なんですけど、5500ぐらいまで普通に負けなしでいきたいなと思ってます。やっていく。よし、よろしく。でね、8万に到達したらキングタワーが14レベルになるんですよ、経験値が。で最近までね6万だったんですけど、最近一気にどんどん上がってって9万に到達したんで、全然今シーズン中にはいけるかな。ってかウッド使わないとも完封できそうだったな。もう11レベルのホグとか心痛くなってくるわ。プリンセスでウィザード倒すんじゃねえかなって思ってくる。あー、エリゴレ多いんだな。なんかこれさ、やられなくね？だよね。いや俺も昔悩んでたわ、このウッドでプリンセス処理できないっていう悩み抱えてましたけど、まさか自分がそれをする側になるとは思ってなかった。そこはアイスピーバレルもかましていって、まあタワーレベルはねみんな13とかなんだけど、カードレベルがねもう明らかに違いますね、相手と。そこの差でガンガンにもう隠したがりっす、一種の。さあここはナイトでタグ取って、もう縦線のから、おっとやばい。ただこれはアイスピとカンストって完封できるんじゃないか。しっかりと守っていきます。よいしょ。いやーなんかねエリゴレ多いな、なんでだろう、流行ってんのかな。さあこのウッドでもプリンセスはやられないと。何コスのプリンになったら、もうこれ負けたらダメですね。さあこんな勢いで勝っていくと、うん、どんぐらいまでいけんだろうな。なんかこのトロ隊でこういう感じならもっといける気がしてきた。頑張って5500かなぐらいに思ってたんですけど、全然6000ぐらいまで止まらずにいける気もしなくもない。さあバレルがバレルが強すぎるわ。さあオッケーオッケーオッケー、ああスリクラ取れるぐらい強いんだ。まあこんな感じでね、ちょっとあとはダイジェストでお送りしようかな。それではやっていきます。よろしく。やっぱこんなその一方的な試合をさ普通に見てもあんま面白くないかなということで、ちょっと競り合うぐらいに行くまでは倍速で届けていきます。いくぜ。3連勝か、これで。
おお、ごめん。さあ、クロークは。てか、相手のタワーレベル14だ。おっと、気づきませんでしたが、ここで相手のタワーレベル14の人だった、と当たりましたね。さあ、まあでも負けることはないんで、ここもちょっと飛ばしていこうと思います。また10連勝、いや、どうだろう。まあいいか、一旦飛ばしますわ。今のこの方ね、タワーレベルも乾燥しててユニットも乾燥してるの多かったんで、いつもはね格下を勝ってたと思うんですけど、さらなるまさかの自分より格上が出てくるっていうね、もうちょっとそう、トラゲを今までしてこなかったんでちょっと申し訳ないんですけど、ここで一気に上がっていってね、トロフィーを上げていこうと思います。いきます、4連勝。あとその格下狩り道とかって気づいたんですけど、このトラタだとあんま序盤にね、なんかバレルをトルネで緊急されるってことが少ないんで、あんまそのトルネ警戒の位置にバレルを飛ばさない方がかえっていいかもしれませんね、という、まあ、あれだけね。5連勝 OK、 どんどん行こう。6連勝かな。7連勝です。8連勝。ということでね、いや、上がってまいりましたね。とりあえず今回なんですけど、ちょっと教習所の時間が迫ってきてしまったんでね、10連勝してね、今回の動画、まあ負けたらそれまでっていう感じなんですけど、まあ初ね、動画をまたいでね、負けるまでが続いていくって感じでね、まあ次の動画も負けるまでやっていこうと思います。ちょっと今回ね、思ったよりもそのトラゲの相手のカードレベルが低くてね、もう申し訳ないみたいな感じの動画になってしまったんですけども、まあ、このトラタイにはこういうデッキが多いとか、そういうののね参考になればなと思います。ということで、ね、まあラスト1戦今回はやって終わると思います。いきます、シキタよろしく。まあこの感じでね、10連勝できるんだったらもっといいとこまでいけそうですね。次の動画ではもう少し攻めていきたいな。マルチ、いや、まあここら辺から上げたことがないからなんだろうけど、マルチ30連勝とかしてみたいですね。まずは10連勝20連勝なんですけど、でもうそのまんま30連勝とかしたらさ、もうそれだけで900上がるわけじゃないですか、大体ね。まあ、もらえるトロフィーが渋かったらそれ以下かもしれないんですけど、それちょっと夢があるな。キングタワー13の枯渇でどんぐらいいけるんだろうな。
よし、まあ、枯渇ってそもそもの話、タワー13レベルで戦うときついデッキだと思うんですよ。っていうのも なんだろうな、結構タワーの攻撃に依存してる部分が大きくて、タワープラスのプリンセスの攻撃とか、タワープラステスラでロイジャーを抑えたりだとか、そういう場面が多分多いと思うんで、なかなかねタワーレベルが低いと勝てないと思うんですけど、まあ、その13でどこまでいけるかっていうのもちょっと個人的に楽しみだな。まあ、最終的にはそのトロ、ん違うわ、タワーレベルを14に上げて本気でトロ上げするっていう様子をね映していくと思うんですけど、それまだとりあえず13度だな。でバルキリーとかインフェあたりも乾燥させていきたいね。インフェ枯渇とテスラ枯渇どっちも使えるようにしたくて、で多分マイティ枯渇は使えないかなって感じですね正直。なんで、まあ、マイティ枯渇は来シーズンとかになると思うんですけども、今シーズンはとりあえずシンプルな枯渇デッキでどんぐらいトロが上げられるのかっていう、まあリハビリ期間でもあるんでね、頑張っていきたいと思います。オッケー、この試合も難なく勝てそうかなと。いや縦線が強すぎてメガナイト溶かしてるわ。やべえ、これもタワーの攻撃だけでなんとかなりそうだしな。これはもうなんか一方的すぎたな。よし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 。なんか格上狩り移動をやってたじゃないですか、こうやってで。その時に普通にも相手がめちゃくちゃ強く感じたから、あれだったんですけど、やっぱレベルって大事だな、そう見ると。こんだけ、すんなり勝てるってことは。よいしょ。OK! 10連勝た、10連勝達成ということでね、まあ、トロフィーが300上がりましたよと。で、現在トロフィーが5331からの30上がって5361か。まだね、順位も何もついてない状況なんですけども、まあ、次の動画も続行ということで、まあ、次の動画でね、まあ、負けるまで本当にね、本当に負けるまでマルチやっていこうと思うんでね、そちらの方また楽しみにしていただけたらなと思います。ということで今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の枯渇で会いましょう。バイバイ。